私の名前は夏子。職場の2歳年上だった先輩だった夫と結婚したのが25歳の時。夫のお給料で十分生活できるし、私も早くお母さんになりたかったので寿退職をしました。私の母はバリバリのキャリアウーマンでした。そのため私は小学生の頃から学校から誰もいない家に帰るという生活をしていました。お友達の家は帰るとお母さんが待っていてくれるので、それがとても羨ましかったのを覚えています。そんなこともあり、私は専業主婦になりたかったのです。子供も好きだからすぐに赤ちゃんもできるだろうと思っていました。ですが1年経ってもまだ妊娠はしませんでした。義母からも早く孫の顔が見たいと言われるし、少し焦っていたのかもしれません。外出してもやたらと赤ちゃんを抱っこした女性に目が行ったり、ベビー用品をあれやこれやと見比べたりしていました。家に一人でいるとどうしても子供のことを考えてしまうので、気分転換にもなると思い、近くのドラッグストアでパートを始めることにしました。働いている間は妊娠のことなど考えないので少し楽になりました。ですが結婚後3年が過ぎてもまだ妊娠できなかったのです。そこで私は近くにある不妊治療で有名な産婦人科に行くことにしました。すると医師は、正常に妊娠できるはずですよと言ってくれたのです。よかった。ですがそれから2年経っても一向に妊娠の兆しはありませんでした。もしかすると夫に原因があるんじゃ、そう思ったのです。私は何とか夫を説得し検査を受けてもらったのです。そして検査の結果、原因が夫にあることが分かりました。夫自身も大変ショックだったと思います。義母には夫が原因だとは言えませんでした。だからしょっちゅう、孫はまだかと電話してきます。帰省すれば、早いうちに子供を産んだ方がいいわよと言われてしまうのです。もちろん夫もそれを隣で聞いているのですが、何も言ってくれません。ですが自分に不妊の原因があると義両親に告げるのが辛いのだろうと思い、私が夫を支えてあげようと考えていました。夫はいつも優しく、私たちは喧嘩もほとんどしたことがありませんでした。だからこのまま子供のいない生活でもいいかなという気持ちもありました。そして結婚10年目を迎えました。夫は相変わらず職場から直行で家に帰ってきてくれるので、浮気の心配もありませんでしたし、二人きりの生活もそれなりに楽しめていました。そんな時、夫の小学校の同窓会があるということで、義実家に一泊の予定で帰省しました。ですがその夜、もう一泊しよう。突然、理由も言わずにそう言い出したのです。友人と再会して盛り上がっているのかと思い、私は何も聞きませんでした。ところが夫は2泊して自宅に戻ると、突然離婚を言い出したのです。何が起こったのかわからず呆然としてしまった私に、夫は、突然こんなこと言って驚かせちゃったよね、ごめんねと謝ってきました。夫の話では、同窓会に昔気になっていた女性も参加していて、何年ぶりかで話をしたらしいのです。彼女は妊娠していたそうですが、結婚相手とはうまくいかずに不倫をしてしまい、その結果の妊娠らしいのです。だから子供は一人で産もうと決心をしたのだと聞いた夫は、突然昔の恋心を思い出し、自分が彼女を支えなければと思ったそうです。俺、君の子供の父親になりたい。夫は彼女にそう言ったそうです。あまりにも身勝手な夫の発言に私は腹が立ちました。俺、彼女を一人にできないんだ。何年かぶりに会って、やっぱり彼女のことが好きだと気づいたんだ。俺、
彼女を幸せにしてあげたいんだよ。子供の父親にもなってみたいし、夏子を傷つけていることはよくわかっている。だから許してくれとは言わない。償いはきちんとするよ。本当に申し訳ない。そういえば、私は一度決めたことは必ずやり通す。夫のそんな筋の通ったところが好きでした。でも、そんな夫を憎らしいと思いましたし、あまりのショックに部屋にこもって一人で泣いてしまいました。夫は全ての貯金を私に渡すと言ってきました。婚姻期間の10年間で貯めた貯金は全額受け取り、離婚届に判を押して家を出ました。私の両親はすでに他界していますし、実家は賃貸だったので、私には帰る家がありませんでした。それでも子供の頃過ごした町に戻り、再出発しようと決めて実家があった近くに賃貸アパートを見つけました。そこはペット可のアパートでしたから、寂しさを紛らわせようと私は子猫を飼うことにしました。猫はすぐに私に懐き、甘えて膝の上に乗ってきました。可愛い猫を撫でながら、自然と涙がこぼれる日が続きました。それでも猫と一緒に寝起きをし、猫がご飯をねだってくると、私も空腹だったと思い出し、二人でご飯を食べました。ところがある日、このままではいけないと気づいたのです。こんな生活を続けていたら、精神的におかしくなってしまうと思ったのです。私の人生だってまだ終わったわけじゃない。夫からもらったお金があれば広い一軒家を買うこともできる。ですが将来年を取った時に老人ホームに入るための貯蓄を残しておこうと考え、それまでは自分で働いてお金を稼ごうと思い立ちました。近所のドラッグストアでたまたま見つけたパート募集の張り紙を見てすぐに応募しました。仕事をしていると余計なことを考えなくて済むようになり、家に帰れば猫が癒してくれるので私の心は徐々に回復していきました。ある日、小学校の同級生だった男子がドラッグストアに買い物に来ました。彼は私の名札を見て声をかけてくれたのです。彼は買い物に来るたび、わざわざ私を見つけて声をかけてくれました。そうしているうちに話の流れでお酒を飲みに行かないかと誘われ、昔話に花が咲きました。ついでに自分の身の上話を聞いてもらいました。彼は結婚していて、今は子供が二人いるそうです。ところが奥さんは不倫をし、家を出てしまったんだそうです。そのため実家の両親を頼りながら小さな子供を育てているそうです。小さな子がいるならあまり夜は出歩かない方がいいんじゃない？私がそう言うと、それなら今度は電話にするから俺の話を聞いてくれないかな。そう言われました。わかった。そうしましょう。それからはほとんど毎日のように彼から電話が来るようになりました。彼とそんな関係を一年ほど続けた頃、結婚してほしいと言われました。これまでも休日には彼の子供たちと一緒に公園に出かけて遊んだり、お弁当を作ってピクニックに行ったりしました。上の子は男の子で小学3年生。下の子は女の子でまだ4歳でした。男の子は初めこそ反抗的な態度をとっていたものの、まあ年頃の男の子だからと割り切って、無理に仲良くしようとはしませんでした。下の女の子も初めは照れて恥ずかしがっていましたが、すぐに甘えてくれるようになりました。1年ほどお子さんを含めて仲良くさせてもらい、お兄ちゃんも懐いてくれるようになった頃、彼のご両親にも結婚を認めてもらい、私はめでたく結婚することになりました。そして結婚後すぐに妊娠が分かりました。その時私は40歳を超えていました。ですが赤ちゃんは順調に大きくなり、無事に出産を迎えることができました。生まれてきたのは女の子でした。生まれたばかりの我が子をこの手で抱くと、こんなにも幸せな気持ちになるのかと涙が止まりませんでした。お兄ちゃんも妹も義両親もみんなで喜んでくれました。
今まで辛い思いもしましたが、これで全てが報われたような気がしました。出産後数ヶ月が経った頃、元夫からメールが届きました。それはかなりの長文で、例の彼女と結婚した元夫は無事に生まれた子供を大切に育ててきたそうです。義母もやっと孫ができたと喜んでいたそうですが、彼女が、この子は私と私が愛した人との子供です、だからあなたの孫ではありませんと言って義母に顔を見せることもなくなってしまったそうです。そのため義母が悲しんでいるというのです。元夫が自分のことはどう思っているのかと尋ねると、シングルマザーとして生活していくのは大変だし、再婚した方が社会的立場がいいと思ったから結婚をしたと言ったそうです。彼女が愛しているのは今でも子供の実の父親だと。そんなことを言われた元夫は彼女と結婚しようかと考えているそうです。そしてメールの最後に、君が子供を連れてきてくれたら俺は父親になれると思う、だからまた一からやり直さないかと書かれていたのです。私はきちんと答えた方がいいと思ったので、知り合いの弁護士を通し、あなたとはすでに他人だと思っています、今後は連絡をしてこないでくださいと伝えてもらいました。ですが元夫は、彼女とは離婚していつでも夏子が戻ってこられるように待っていると言っているそうです。仕方がないので再度弁護士にお願いして、私はあなたとはもう他人です、再婚もしているのでこれ以上復縁を迫るようなことがあれば正式に訴えますと伝えてもらいました。弁護士は裁判になった際の流れやかかる費用についても説明してくれたそうです。すると元夫は、わかりましたと渋々帰っていったそうです。元夫に捨てられた時はこの世の終わりのような悲しみに押しつぶされ、涙が枯れるまで泣きました。ですがその後に素敵な出会いがあり、自分でも出産を経験することができたおかげで、なおさら子供たちに愛情を持つことができた気がします。子供たちはとても愛おしい存在ですし、優しい夫と子供たちに囲まれとても幸せな毎日を送っています。幸せになることが裏切った夫への最大の復讐なんていう人もいますが、その通りだと思いました。これからは私の家族と幸せをかみしめながら生きていこうと思っています。